はい、どうもじゅんじゅんです。今日も動画見ていただきありがとうございます。ということで今日はその月に買ってよかったもの11月編やっていこうと思います。ということで先月ね、まあ11月には Amazon ブラックフライデーがあったので、主にねそこら辺で購入したものが多いんですけども、ただですね今回1位のアイテムがですね、めちゃめちゃお気に入りというか、ゲーマーにはぜひ使ってもらいたい、まあそんなアイテムもありますので、もう早速紹介していきたいと思います。ということでまず第5位ですね。第5位がこちらですね。ゲーミングデバイスとかもう全くもって関係ない、基本的に自分はねセールとかでこういう、まあ、化粧水だったりとかホットアイマスクとか結構ねこう溜め込むことが多くてですね、まあ今回ちょっと結構大量に買ったんでざっと紹介していきます。まずこちら2つ、ネイチャーリパブリックっていうね、まあ結構韓国メーカーなのかな、まあその辺で有名なね化粧水と美容液になります。でこの2つはですね、個人的に匂いがめちゃめちゃ好きで、この匂いの柔軟剤があったら買いますってレベルで匂いがすごい好きで、最近結構ねリピートしてるネイチャーリパブリックっていうねメーカーのアイテムたちですね。お次こちら VT シカエマルジョンの乳液です。あとはなんか口コミが良かった DHC のリップ、あとこの辺ワックスですね。ミルボンのプレジウムワックス6番、あとは蒸気でホットアイマスクですね。これはね、ゲーマー割と必須だと思ってて、結構画面が見る機会が多い人は、これね、15分ぐらいつけるだけで、めっちゃ目の疲れが取れます。ぜひ、買って使ってみてください。あと、これも結構リピートしてます。イニスフリーの、まあ、洗顔みたいなやつですね。これちょっとお茶っぽい匂いがして、これもめちゃめちゃ匂いがいい。一応、1000円しないぐらいだったかなと思うので、お茶っぽい匂い好きな人は買ってみてください。ということで、デバイス関連全くもって関係ないんですけど、第5位がこいつらでした。お次こちら。ジャブラのエリート4アクティブっていうね、完全ワイヤレスイヤホンになります。まあ、これですね、Amazon のブラックフライデーで、元ね、1万5000円近かったんですけど、このブラックモデルだけね、8990円とかで買えて、6000円オフぐらいだったんですよね。もう 40% オフぐらいの価格で買えたんですよ。これはもう行くしかねえなと思って、買ってみたら案外良かったっていう。まあ、まずこう、アクティブって名前からして、一応こう、スポーツにもこう、最適化されているというか、重量も軽いし、もともとこう、GN、すっちゃらかっちゃらっていう会社が元で、補聴器とかを確か作ってた会社なんですよね。まあ、そこが作った完全ワイヤレスイヤホンになるので、結構こう、耳へのフィット感も、まあそこそこ良かったりとか、音質もね、1万5000円ぐらいなんで、それがね、9000円ぐらいに値引きされてたってとこでですね、まあ非常に音質自体も満足してます。で、ちゃんとノイキャンもついてて、めちゃめちゃ強いってわけではないんですけど、結構ね、こう、ツーンとこない自然な感じのノイキャンがかかってくれて、ある程度のこう、騒音、まあ電車でも音楽流してれば全然気にならない程度の騒音だったりにかき消してくれるので、結構ね、個人的に気に入ったイヤホンになります。筐体自体もそこそこ小さくて、まあ、かなりこう片手に収まるサイズぐらいになってるので、持ち運びとかもね、まあ、非常にポケットサイズなんで便利ですね。まあ、一個だけ微妙なところを言っとくとですね、一応こう、コーデックって呼ばれるね、ものがありまして、SBC とか AAC とか AptX とか聞いたことあると思うんですけども、それがですね、AAC にはなんと対応していないそうです。まあ、AAC っていうのは iPhone とかのコーデックの話になるんですけども、SBC っていうものよりかはちょっと音質が良くて遅延が少ないみたいなものがですね、AAC って呼ばれてるんですけども、それには対応してないので、Android で聞くよりも音質が落ちるっていうところでね、iPhone ユーザーの方にはそんなに合わないかなとは思うんですけども、まあ、Android ユーザーの人はですね、もしね、次安くなってる時があったら狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、お次第3位、こちら、極上蜂蜜紅茶、こちらが第3位になります。これね、他の人のツイートで回ってきて美味しいぞって言われてて、まあ、実際買ったらですね、めちゃめちゃ美味しいですね。まあ、名前の通りこれね、紅茶に蜂蜜ぶち込みましたみたいな、すげえ甘い紅茶になってます。本当に砂糖いりませんぐらいのですね、甘さになってて、まあ、むしろこう、甘党の人が好きになるぐらい、ゴゴティーのストレート飲んでるバリに甘いですね。ただ一応ね、成分表記的なとこ見ると、1杯3カロリーって書いてて、嘘だろって思うぐらいめちゃめちゃ甘いです。まあ、このカロリーでいいのかわからないけど、すごいね、こう、甘めの
蜂蜜が効いてる紅茶がね、欲しいよ、飲みたいよ、好きだよって方はね、ぜひ購入検討してみてください。お湯を入れるね、ティーバッグ式になってはいるんですけども、これが25個入って1800円ぐらいだったかな。まあちょっと値段としては普通ぐらいかなって感じだと思うので、ちょっと甘めの紅茶、蜂蜜ぶち込んだような紅茶飲みたい人はチェックしてみてください。お次第2位ですね、こちらになります。スカイパッドのアームカバーですね。まあ前の動画でも紹介させていただきましたが、2位にランクインです。まあ非常に滑りもいいし、デザイン性もね、すごい凝ってて、まあ他にはないような、まあ見た目の、ちょっと可愛らしいというかおしゃれなね、アームカバーをスカイパッドさんが出してきたということでですね、まあ人によってはこのデザインかなり好みに感じるんじゃないかなと思います。ただまあ値段としては、これ1枚で2700円とかするので、コスパはそんなに良くないです。ほんとデザイン性重視の人は買ってみてくださいって感じなんですけど、まあ、かなりこう滑りもいいですし、縦横の滑りの差もほぼほぼ感じないので、スカイパッド好きなんです、こういうデザイン好きなんですって方はぜひチェックしてみてください。ということでラスト第1位ですね。これは今の季節、ゲーマーにマジで買ってほしい。多分困ってる人いるんじゃないでしょうか。マウス操作なんてするときに、あ、冷たい、ヒッヒーってなる方いっぱいいると思うんですけども、そんなあなたにこちら、パッと見ブルブル震えそうなんですけども、残念ながらこれ手を温めてくれるハンドウォーマーと呼ばれているものになってまして、まあ要するに電子北海道です。まあこれをね、電源入れて握るだけであったけーってなれるような代物になってます。こちらお値段がだいたい3000円前後になってまして、自分はね、なんかクーポンとかで2900円ぐらいで買いました。使い方としてはほんとここのスイッチを長押しするだけ、ピカーンってついたと思うんですけど、これでねもう温まり始めてます。だいたい20秒ぐらいで、あ、もうあったけーって感じるぐらいですね、すぐに温まるし、なおかつこれあったかさが3段階になってて、マックスまで上げると北海道のフルパワーぐらいのね、あったかさになるので、暑さっていうのも割と十分かなと思います。一応安全性とかに関してなんですけど、自分は1週間ぐらいしか使ってないんですけども、 Amazon の評価もね1000件以上入ってるんで、かなりのユーザーがいるんじゃないかなと思います。でなおかつこれハンドウォーマーの機能だけではなく、このね機器自体1万ミリアンペアバッテリーがありまして、スマホの充電器にもなります。こっちタイプ C、タイプ A、マイクロ USB とですね、端子が3つあるんですけども、まあ、いざとなったらモバイルバッテリーにも使えるということで、結構機能性抜群なんじゃないかなって思います。なんか形が特殊だと思うんですけど、一応ちょっとこう握りやすい、ちょっと面白い形になってまして、で持続時間もかなり長くて、1段階目まあそこそこあったかいなぐらいの状態だと、もう10時間とか余裕で持つらしいので、かなりこう使い勝手の面もいいんじゃないかなと思います。一応重量が 205g ぐらいありまして、昔のこれアンカーのモバイルバッテリー、これがね 194g ぐらいなので、そんなにサイズ感もね大きすぎず、そこまで重すぎない感じにはなってるかなと思います。一応買ったらですね、こうキャリーポーチみたいなのと USB Type C ケーブルもついてくるので、まあ変なね充電ケーブルとかもいらないし、かなり今の季節重宝するんじゃないかなと思います。まあ夏はですね、なんかこう卓上扇風機みたいなの紹介したんですけれども、まあそれのね冬バージョンといった感じでですね、まあ季節用のデスク周辺アイテムとしても使えるんじゃないかなと思います。ぜひね、ちょっと寒がりの人、冷え性の方チェックしてみてください。さあ、ということで、その月に買ってよかったものを今月もね、紹介させていただきましたが、まあ、なかなかおすすめのものだったり、ちょっとこう、季節限定のアイテムみたいなものがちょっと多かったんですけども、まあ、個人的にイヤホンもすごい気に入ってるし、やっぱハンドウォーマーね、これ飲みながらこれで手先をね、温めつつゲームやるっていう、今最高の環境が出来上がってるので、ぜひ気になった方は今日のね、まあ、商品なんかは概要欄に載せておくので、チェックしてみてください。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったなと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。